ファビアン・オットリープ・タテウス・フォン・ベディングスハウゼンは、ロシア帝国海軍バルトドイツ人士官、地図制作者、探検家、最終的に提督へと昇進した。ロシア最初の世界就航参加者であり、その後、艦長として新たに行われた世界就航で南極大陸を発見し、最初に南極を発見した候補の一人となった。バルチック艦隊で軍務を開始、頭角をした後、 1803年から1806年にかけてロシア最初の世界就航、ファーストロシアンセルコミューナバゲーションに参加し、フリゲートナデジダで艦長アーダム、ヨハンフォンクルーゼンシュテルンの下で軍務を務めた。就航後、新たに単その後、バルチック並びに国会艦隊で数隻の軍艦を指揮した。有能なる。 地図制作者であったベリングスハウゼンは1819年から1821年にかけて行われる世界就航の再配を振るように任命された。南極海を探検する目的だったが、南極点の近くで陸地を発見した。遠征隊は、ベリングスハウゼンの副将として、スループミルヌイの艦長だったミハイル・ラザレフ、ミハイル・ラザールによって準備されたと同時に、ベリングスハウゼン自身は、 スループボストークの艦長になった。遠征中にベリングスハウゼンとラザレフは1820年1月28日に南極の陸地を発見した最初の探検家となった。彼らは二度にわたり大陸を就航し互いに見失わなかった。彼らは南部の表現に陸地を見つけ、遠征隊はピョートル一イ世イ島、ザボドフスキー島、デス,スコフ島、ビソコイ島、 バイズッコイアイランド、南極半島、アレクサンドル一世島などを発見、命名した。そしてまた、太平洋の熱帯海域に複数の発見をした。準帝徳として、復帰、1828から1829年にかけてロット戦争に参加した。海軍中将に昇進し、1830年代に、再びバルチック艦隊に勤め、1839年から、 クロンシュタット軍事総督を務めていたところで亡くなった。1831年、著作名2回の南極海調査と世界一周公開と題された南極公開の著作を発表した。ベリングスハウゼンの栄誉をた,たえて名付けられた複数の地理上所在地があり、南極地探検で彼が果たした任務を忍ばせ、ロシア内市は世界において最も偉大な帝徳。 探検家の一人であったと記憶されている。ベリングスハウゼン家の紋章ベリングスハウゼンファームオン、サーレマーアイランドなデイジがウェアベリングスハウゼンサーブド、アンダーキャプテンクルーゼンシテルンデューリング、ザガーストロシアンセルコミューナバゲーション、ロシア帝国エストニア県、サーレマージマラヘンタが領地のバルトドイツ人の家庭で、生まれた。10歳の時に、クロンシュタットにある。18歳で、 クロンシュタット海軍兵学校を卒業。1796年にイギリス沿岸の遠征に参加。1797年に巡視官へ昇進した。1803年からスループナデジラ艦長アダム、ヨハンフォン・クルーゼンシュテルンの指揮下でロシア最初となる世界一周に士官の一人として参加した。1806年に世界周航の任務を全うした。 バルト海や国海で様々な軍艦を指揮した。国海艦隊において1812年から1816年,18年,18年までフリーゲートミネルは1817年から1819年までフリーゲートフローラをそれぞれ指揮した。1819年に皇帝アレクサンドル一世は南極地遠征を承認。遠征は南極海の調査のつもりだったが、 南極点の近くで陸地を発見した。世界就航の前に、ミハイル・ラザレフ、ミハイル・ラザールによって985トン級、スループ砲艦ボストーク及び530トン級支援船、ミルヌイの2隻の航海船を用意した。ベリングスハウゼンは、ボストーク艦長、ラザレフは、ミルヌイ艦長となった。遠征は1819年6月4日に、クロンシュタットから始まった。 キャプテン・ファデイ、ベリングス・ハウゼン・ウィズ・ザ・クロス・オブ・ザ・オーダー・オブ・ストリート、ウラジミール1819年9月5日に、ベリングス・ハウゼンに遠征隊は、ポーツマスを出港し、同年11月2日、ブラジルのリオデジャネイロに到着した。そこから、まっすぐと南へ進行、サウス・ジョージア島や、サウス・サンドイッチ諸島を通過した。1820年の1月26日に、 南極圏を横断。遠征隊は1820年の1月28日、南極沿岸に接近、座標点69度 2128S2 度14、50W で南極本土を発見した。その後、1820年の2月にオーストラリアのシドニーへと向かい、南太平洋やインド洋を航行、ニュージーランドにあるシップコーブやトワモトゥ諸島等,等その他数多くの島や、 干渉を回った。ラカハンが干渉を訪問した後シドニーに寄港した。1820年11月に、ベリングスハウゼンに遠征隊は出航オーストラリアのマッコーリー島を訪れた後再び、南極海へと向かう。ミハイル・ラザール、キャプテン・オブ・マーニーセカンド・イン、コマンドツー・ベリングスハウゼン・リューリング、ザ・アンタクティック・エクスペディション、ベリングスハウゼンは遠征中に、 サウスシェトランド諸島を訪問。そして、ベリングスハウゼン海にある、ピョートル一世島、ザボドフスキー島、南極半島、アレクサンドル一世島、レスコフ島、ビソコイ島、バイズッコイアイランド島を発見した。1821年の7月24日に、ロシア帝国クローンシュタットへと帰国を果たし、751日間に渡った遠征は幕を閉じた。A コメモレーティブ。 コインオブバンクオブロシアデリケーテッドツーザファーストロシアンアンタークティックエクスペディション1821年8月4日にクローンシュタットに戻りベリングスハウゼンは準提督となった1828年から1829年にかけてロト戦争で戦い1830年に中将の階級へと昇進を果たした1831年に南極航海の著作 二回の南極海調査と世界一周航会を公表した功績を称えられイギョルギー勲章やイウラジーミル勲章等を授与された1839年ありがとうございます。